立憲民主党の代表選の候補者4人は自民党総裁選の候補者の政策をそろって批判し次期衆院選での政権交代を訴えました今回の9人の候補者はね政治家の家に生まれたから政治家になったって人が多いじゃないですか決定的に違うし今頃政治改革言ってるけど今頃言うなよと。本当にやるる気があるなら そしてですねちゃんと総理として政権を回していく自信があるならば今おっしゃっていることで特に野党をパクってるような話はすぐにでもやれ、我々は協力する本当に驚いたのは今回、自民党の政策ですもう立憲民主党化がここまで進むのかというぐらいに立憲民主党の政策のオンパレード。 国会中にできたことを先延ばしにし、選挙目前、総選挙目前になって、えー、いろんないいことをです、ね、出してくる。本当